What is up, you guys? You already know what time it is. It is time for some Samurai Warriors. Man, where are we? Man, every time I turn this shit on, I'll be like, man, where are we in this damn game? But I think I know where we're at. I think we're waiting for some action to start. I know that much. Let's see. Well, they just got out of war with the Hojo, and now I think whatchacallit is very skeptical about Hideyoshi. I don't know what's gonna happen, to be honest with you, at this point of the game. I know that Ieyasu and Mitsunari clash, but as far as the Sonatas are concerned, I don't know what's gonna happen between them two. I honestly don't. But let's see. Let's find out. So someone else I recognize. Ooh, fucking Kai. Oh, so she survived. I thought she hated us. これはカイドのご無沙汰しており慣れ慣れしくしないでよ私らがサナダにどんな目に遭わされてき返す言葉もありません勝敗は陛下の常ってやつじゃないのちっちゃなサスケアアイアンソウ雪村様こいつ北条の熊姫ですよね誰が熊だこれチャチャ様がカイドのお預かりになったのだ カイと言いましたねチャチャ様はあ私を捕虜にしてどうしようっていうの市中引き回しの上貼り付け死にたいのなら別に止めはしません<笑>しかし貫きたい意志があるのなら託された思いがあるのなら泥を吸ってでも生き延びるべきです Ooh, son of a bitch. God, that's shit. Chacha-sama. That's crazy. You better pray. Man, these characters are some. Oh, she's alive too. So, what? How your call gonna go? ちゃちゃ様も物好きなことですね。落城の切なさは、ちゃちゃ様が誰よりご存知だ。捨ておけな、氏政殿の姉君は徳川とご縁があり、家康殿が後見なさったが、カイドロには行き場がなかった。なるほど。哀れな捨て熊を拾われたわけですね。だから誰が熊だっての?私もカイはファイアーカラクターだ。私も。さようですか。そう言っていただけるのはありがたい。でも、真田を許したわけじゃないから、そこんとこ勘違いしないように。はい。お認めいただけるよ。勘違いしてるのはどっちだっての。雪村様がいなかったら、チャチャ様だって。はあ。はあ。おっかねえ。 Yukimura-sama. Oh, that's right. We're still here. Hi. Yukimura, you've come. Odawara, it's a miracle. Ha.
秀吉様、あまり喋られた。いやいや、今日は気分がええんじゃ。ゆき、もったいないお言葉。私などでよろしければ、いっ、お前さんの親父殿には、は、年家にもな。八王子城のことは聞いておろう。Yeah, that was savage. はい、され、やむをえんことと、正幸殿は割り切れまい。わしは、秀吉様、がっかりさせてしもうたかの。滅相もないことでございます。父も。詫びておいてくれ。雪村。はい。はい。もうお休みください、秀吉様。はい。すまぬ、正幸殿。年家。あれほど気に病んでおられたとは。すっかり気弱になってしまわれたようです。Oh dang, so they affected him badly. あの者たちは。何事かございましたか。石田三成と加藤清正、それに福島正則です。噂は聞いているでしょう。はい、少しは。けれど、あの方々は喧嘩する。そうも言っていられないようなの。どうして秀吉様のご心労を増やすような真似をするのか。何ですか。私が豊臣の家のことを心配する。いえ、茶茶様が豊臣の支えとなってくださること。とにかく捨ておけません。承知しました。お三方の話を聞き、うん、Oh, she coming with? とにかく、あいつは態度が悪いんだよ。大声を出すな、バカ。チャチャ様の前で。いえ、つまり三成のと。そう。もともと横柄なやつだったけどよ、近頃は俺らなんかと食って。何故そのような態度を取られるのでしょう。知るか。俺たちが家康殿と親しくするのが気に入らんのだろう。家康殿と。あいつの家康嫌いは筋金入りだからな。家康殿は利家殿と並ぶ豊臣の重鎮、やつこそが協力を取り付けるべきだというのに。どうして三成は家康殿を嫌うのでしょう。豊臣への脅威と捉えておられるのやも。雪村、めったなことを言うな。そういえば真田も徳川嫌いだったな。まさかお前が三成をけしかけているのではあるまいな。あ、いいえ、私はそのような。ただ秀忠殿は言っていた、家康殿は天下に野心があると。やめなさい、清正。それは邪推というものです。良いのです、茶茶様。清正殿とで。はい、申し訳ありません、茶茶様。すまなかった、雪村。これでは三成のことを言えないな。いえ、どうかお気になっ。もう、とにかくあいつはどうかしてんだ。今度会ったら。わかりました、三成の言い分も。お手数をおかけします。Ah, this is gonna be cool to see how this rebellion goes. レネ様に怒られるのは覚悟していたが、まさかチャチャ様だな。なんか感じ変わったよな、あのお姫様。あれが本来のチャチャ様の姿なのでしょう。そうかもしれないな。チャチャ様のためにも、豊臣の家を割るようなこと。はい。This is gonna be really interesting to see how this turns out, y'all. This nigga got. Oh, yeah, that's right.
くだらないことで時間を取らせないでいただきたい。失礼いたします。Wow, he didn't even listen. Kiyomasa たちの言い分が正しいようです。チャチャ様、申し訳ありません。あの通りな性分のもので。性分の問題ですか？ここを気取り、人の話を聞こうともしないよ。チャチャ様。私が言えたことではありませんでした。いいえ。チャチャ様は変わられました。私の話はいいですから。三成は聞く耳を持たないわけじゃないんです。素直に返せないだけで。あれで根はまっすぐの男なのですよ。何か含みのある言い方ですね。いえ、決して。そういえば父が三成殿を面白でしたな。あの正幸さんにそう言わせるならうちの殿も捨てたもんじゃない。家康殿を敵視しているという件についてはいかがでしょう。お前はどうも、雪村。お前底知れぬお方だとは思います。雪村、三成もそう思っているだろう。だがむやみに敵対心を煽る必要もない。殿には自重するように言っておきますよ。頼みます。 Oh shit, how this gonna turn out? All very interesting stuff, man. Well, you know what? Little, little people. How did it jump up from 2,000 something to 3,000 something to 30,000 something? You see how they be playing me, man? Whatever, video game. Whatever, video game. お役目ですかな。雪村。チャチャ様、どうなさいました。Oh, he passed? Ooh, everybody's in the same room. ここまでか。何を言ってるの？お前様らしくもない。さようですぞ。秀吉殿あってこその天下。いやいや、あとは若い者に任せて。お前様。イチャついてんじゃねえぞ、秀吉。まだまだ、お前はかけ続けなきゃなんねえだろうが。家康殿、利家。わしとて、もはや老骨でございますぞ。いたわ。そうだ、お前一人だけ楽しようとしてんじゃねえ。そうじゃな。秀吉殿。秀吉。お前さん。夢を。秀吉様。不思議ですね。私はあの方を許したつもりはありませんでした。ジャジャ様。けれど、どうしてこんな。人が亡くなって悲しいのは。そう、豊臣は
これから…わかりません。ただ…みな…叶うなら…このような思いを…Oh, Lordy. Alright, so Hideyoshi is now dead. What the hell's gonna happen now? This Inari just looked like he had some. Chacha-sama, どうかな?陰口になど慣れているつもりでしたが、少々。チャチャ様、あの侍女は召し放ちました。チャチャ様。三成。三成殿、一体何があったのですか。豊臣の家臣としてふさわしからぬものを処分しただけだ。噂する者がいたのです。秀吉様の死を私が内緒。なんということ。腹を立てる価値もない雑言だ、バカバカしい。三成殿。けれど、私はそのように思われても。チャチャ様、それは。ありえない。あなたの誇りが、そのようなことを許すはずがない。三成。このようなことで心を煩わせるのは時間の無駄です。早々にお忘れになる。少し、お…はい。少し…はい、私も同感です。Dang, they say he not feeling good either, god dang! Did all these motherfuckers die at one time? Damn! He's up there, he said damn. Oh, Yukimura.トシエ殿、お加減が悪いと伺いましたが。なんだよ、お前も。いえ、決してそのような。ま、寝込んでもいられねえよ。跳ねっかい。家康殿と三成殿の件で苦慮されているのですね。喧嘩の仲裁なんざするようになっちゃ俺も老けたと言わざるを得ないがな。昔なら二人まとめてぶん殴って終わりだ。はは、秀吉が血を吐く思いで気づいたもんだ。守ってこの太平をですか。そういやかっこいいんだが、どっちかってと豊臣って家かな。天下なんざ家康にくれてやってもいいさ。けど豊臣がバラバラになるの。はい。おっと、つまんねえ話しちまった。いえ、私ただ何を守って戦っているのか。はい、心しておきます。This is final figure influence with the strength to stand up to Ayas. Oh shit! Damn, Ayasu passed right after freaking Hideyoshi. That is wow.なんと。どうすべきか。
わかりました。Shit! Oh, we gotta escape! Oh my fucking god, are you serious? Yukimura-sama! Where are we supposed to be going? Can we hide behind that shit? これはいかなる騒ぎかな。申し訳ありません、イエス殿。これは暴漢に襲われておりましてな。一時身を隠させていただけるとありがたい。それは難儀なこと。豊臣の重責たる御身に屋敷の周りを見回らせよう。かたじけない。What is Mr. Nario to? ミスナリ殿、何故徳川のお屋敷に？家康にも対面がある。殿が転がり込んできたからって、これ幸いと打ち取るわけにはいかない。清正たちに来たところで、他の者ならともかく、家康に仲裁されては。なるほど。そこも。もっとも、家康はそんな計算も全て読んだ上で、家康は必ずこの騒ぎを利用する。このままではすみませんね。承知の上だ。それとも清正たちと切り結ぶ方が良かったというのか。三成殿、何をおっしゃいます。そもそもなぜ清正殿たちとこのようなことに。 Yeah, that did escalate fast. What? 考えることなど知るもの。本当にお前は変わらないな、三成。来たのか、義経。なぜもっと清正たちと話をしようとしない。そうです、これを機に家康殿とも話し合われては。バカと話をしている暇などない。俺は俺のやり方で豊臣を守るだけだ。三成殿。やれやれ、こうなっちゃこのお方はテコでも動きません。本当に守るべきものが何か、お前は分かっているのか。余計なお世話だ。Dude, I am so entranced. So he's really gonna work. That's crazy. I wonder if they was really trying to kill him.
目ですかな。良い天気ですな。清正殿、正則殿。雪村か。この間は妙な騒ぎに巻き込んで、すてめえ邪魔すんじゃねえよ雪村。黙れ若。なぜあのようなことを。お二人が三成殿を本心から憎んでいるとは思えません。当たり前。豊臣を守っていくには家康殿の協力が不可欠なんだ。それをあいつは分かろうとしない。それどころかむやみに敵を増やすばかり。だからよ、一発ぶん殴って目覚まさせてやろうとしたのによ。てめえや家康が邪魔しやがって。されどあれほどの騒ぎとなってしまっては。そうだ、それはこちらの失策だった。豊臣家中が分裂している。なんだよ大げさに。あんな喧嘩昔からやってることじゃね。昔とはもう違うんだバカ。何もかもだ清正殿。なんだよそれ。Man, it's going down, y'all. It is going down. Mitsunari殿。役を命ぜられたと伺いましたが。あんな騒ぎを起こしては奉行など務まらんということだろう。さようでしたか。左近の言った通り状況を家康に利用された。だがこれは家康を油断させる好機。三成殿、それは。家康は間もなく上杉討伐の号令を出す。上杉を。どういう。上杉は我らと志を同じくする者。家康の天界の野心を。逆に家康は上杉に謀反の兆しありなどと言い立てた。なんと影勝様、金継殿、おいたわしい。真田にも出陣が命じられるだろう。今はおとなしく従っておけ。そして時来たらば。三成殿、もしやそうまでして家康殿を討たねばならぬものですか。無論だ。秀吉様に代わり豊臣を守る。そのためであれば何だってする。 Man, these dudes are savages. 友と刃を交えることになってもだ。三成殿、oh shit, I wanted to read that. God damn it. Ah, it was like the conquest or something. 義継殿、その様子だと三成に会ったようだな。はい。義継殿、家康が出兵した隙をついて挙兵するつもりだろう。やはり家康も三成の考えには気づい。それなのにあえて出兵なさるのですか。私有を消したいと考えているのはあちらも同じだ。三成殿は勝てるとおか。危うかろう。そもそも戦な。はい。なんとか三成を思いとどまらせるよう努力する。俺は三成と共に立つ。義継殿、それは。それが俺の乗るな。友のために。それが義継。そんな大層なものではないが。そうだ、俺に。雪村、
なんと。Interesting. No. Oh man, this game, man, it's getting deeper and deeper. Yukimura. Hi. Uesugi to tatakau nado honi dewa arimasen ga. Mo.戦なチャチャ様、三成が家康殿に対して兵を挙げるという、はい、そうなったら再びチャチャ様、何があろうとチャチャ様はこの雪村、何があろうと当たり前です。その何としても三成を思いとどまらせます。はい、されど危ない真似は承知しています。あなたこそ、はい、つまらぬ無駄死にはいたしません。うん。上杉攻めはどうあっても避けられ、今さら何を言う。再三の上洛命令にも応じる上杉、逆心を抱く上杉にすれば徳川の命を受ける言われなどなかろうがな。我らは共に豊臣秀忠様、問いを返させていただきます。徳川が天下信行と不行様、それはこれはぜひ私もお考えをお聞かせいただきとうございます。無論のこと、豊臣に代わりて、おやおや、それではやはり逆心があるのは我らの方で。秀忠様、豊臣の天下は秀吉殿あってこそのもの。秀吉殿亡き今、豊臣には天下を治められ。ならば天下を。さよう。どのようなそしりを受けようと。この。Wow, are you serious, Ieyasu? I hate Ieyasu now, man. Like he going to war for nothing.大人を覚悟、我ら家臣一同殿の大望がため一心に働きます。徳川のため、いや太平のため。うん、いいな。どれだけ綺麗事を並べようが、信行様、決意は変わらぬのだな。ああ、たとえ清正やん。分かった。何が分かったというのです。三成、義継、茶々様。立ち聞きとはあまり褒められたおく。黙りなさい三成、あなたはどうあっても愚問です。家康を野放しにしては秀吉様に顔向けでき、二
再びこの国を戦乱で覆うようなことが秀吉様の望みだとでも。秀吉様が築かれた太平を守るためです。家康さえ望む。家康殿も同じように考えているでしょう。しかり、故にこそ私有を。そのような、なんて愚かしい。これは私戦です。私と家康が天下の剣を争って起こしたもの。そんな理屈。どうか豊臣をお守りください。茶々様。三成、お許しください。あの者にとって秀吉様が残される。それが秀吉様の方位ではない。愚かなことですが、私もまた。はあ、I don't know what she gonna do. おねねさん、ちゃっちゃ、私は大阪城を出るよ。え、な、私がここでやるべきことは。バカなことを言わないでください。戦、おねね様が言ってくれれば三成だ。そうだね、私が言えば止められるかもしれない。それはみんなが覚悟を持って頑張るって言ってるのに、私がその志を、はあ、けれど。ちゃっちゃも一緒に行く。え、ここにいればまた辛いものを見ることになる。ちゃちゃは。おねね様、いいえ、決して。逃げるならお一人でどうぞ。そっか、ごめん。でもね、ちゃちゃ、決して笑顔は忘れないで。Who was her?Let's be talking about Grace here. 姫様。忙しい忙しい。ちゃちゃ。しかし、町がどうも騒がしいようじゃな。さすが、よい。では、戦になるのか。あなたは早く大阪を離れなさい。ちゃちゃはどうするの。私は。そうなのか。真田のもとへ逃げるなら笑う。そのようなこと。そうか、話を聞いていましたか。であればなおさらじゃ。ダチを一人危険なところに残して。ダチ。ダチはダチじゃ。笑う。あー、そうだい。This is new. それは。雪村、三成から密使が届いたぞ。三成殿から。もしや。さよ、あやつ家康討伐の兵を挙げた。止められなかったか。茶々様や義継殿のご心痛はいかばかりか。我ら真田にぜひお味方願いたいともあるが。父上は何とお返事を。信行を呼んだ。揃ったら話をしよう。はい。勢いは家康殿にある。父上であれば皇后の感情は置いて。いや、ならば私は。父上、お待たせいたしました。兄上。
久しぶりだな、雪村。揃ったな。では、始めるか。This is gonna be interesting.わしは三成につく。父上、まことですか。太后へのご恩返しですか。どちらが真田に得があるか考えたまで。さようですか。私は家康様にお味方します。 I knew that was coming。 天下を太平に導けるのは家康様のみ。三成の行いはいたずらに世を乱すだけと存じます。はい、分かった。お待ちください。父上と兄上が敵味方になど。雪村、お前はどうする。私は我らは己の心に従って決めた。お前も己の心のままにせよ。私は私には守らねばならない人がいる。三成殿にお味方し、父上と共に戦います。そうか。父上、雪村、ご武運。兄上も。Damn. お帰りなさいませ、信行様。三成が兵を挙げた。父上と雪村は。そんな。信行様は。無論、家康様の元で戦う。太平を守っていけるのは家康様のみ。その助けとなるべく。はい。そして真田の家は私が守る。万一の時は我が命に変えても。信行様。Damn. I'm gonna end the video like on that note.Let's go and see what you. Man, we're gonna stop it here. Like, golly, dude. The way that they did that in this game, like, I can't say if I ever remember it getting told that, like, the scene to get told that way is, like, it was pretty deep. Especially after playing so long with the characters as they get older. Man, like, seeing them divide like that with them having each of their own things to fight for, it's like, man, that's crazy, bro. That's crazy. We didn't get to do a battle this video, but...Man, there was some interesting stuff that we found out, man. Interesting stuff, man. So, we gonna end the video there. Unfortunately, we didn't get to do a battle, but that was a hellifying, like,
drama, like, episode of us playing Samurai Warriors. Like, man, what the hell, man? God, division completely. Division, I need to figure out a wallpaper for that. Man. God, dog. The fate of the Sonatas. What's gonna happen? What's gonna happen? Anyway, that's it for this video, you guys. I hope you liked the video. Don't forget to like, comment, and subscribe. And for now, I am out this month. Until next time, you guys. Peace.